こんにちは。今回も YouTube のことについてちょっとお話していこうかと思います。まずはですね、チャンネル登録者数の割合なんですけども、チャンネル登録者数が1000人以上なければ、収益化、広告がつかないということは多くの方がご存知だと思いますけども、全体の YouTuber さんの中で、この1000名のね、チャンネル登録者数を持っているのが、上位の 15% に限られているんですよね。まあ、それだけでも結構ね、ハードだなと思いますけども、さらにここからですね、チャンネル登録者数が5000人ぐらいいたらどのぐらいなのかっていうと、これ上位 5% の方なんですよ。そしてですね、1万人のチャンネル登録者数、まあ私もそうなんですけども、そうなると上位 3% にまあ属しているってことなんで、かなりのトップレベルなんですよね。まあさらにですね、これが5万人とか10万人とか、100万人とかのものあるともう奇跡の雲のような存在なんですけども、100万人っていうのは 0.02% というふうに、とても限られた人数になってきます。この100万人のチャンネル登録者数っていうのは、そうですね、もう芸能界でも有名人に匹敵するかなと思いますし、芸能界から来た方は100万人とかになります。有名人の方は100万人になりますけども、全くの無名から100万人を突破するっていうのは本当に難しいですよね。だからそう考えると、マックス村井さんとか、ヒカキンさんとかね、ラファエルさんもそうですし、それからはじめ社長もそうですよね。800万人以上いるんですよね。この人1000万人いくんじゃないかなというふうに思われてしまいますけども、さあそれではですね、どのようにしてこのチャンネル登録者数を増やしていくのかっていうコツを今回私の視点からお伝えしていこうかと思います。まずはですね、喋り方なんですけども、どちらかというとゆっくり喋るよりも早口がいいですよね。ゆっくり喋る方っていうのはチャンネル登録が起きにくいというふうな割合で私は認識しております。それからですね、この間延びと言いますか、とかうとかあーとかっていうのを入れてしまうとか、空間を空けてしまうとかね、セリフとセリフの間に無意味な間を入れてしまうと、これもね、良くないですね。そこで離脱が起きてしまいます。まあ、見ている人っていうのは時間を投じてね、見てくださってますんで、やっぱりコンパクトにたくさんの情報を詰め込んだ方がいいのと、あとはくどくど説明するよりも、一言で説明できるようなね、故事成語とか、それから四字熟語をしっかり使っていくってことも大事なのかなと思います。そういうふうなね、共通の認識を持っていく、共通の言葉を使っていくっていうのがコツになってきます。次にですね、三々七拍子みたいにテンポよく喋るってことですよね。このテンポよく喋るっていうのは滑舌も大事なんですけども、抑揚も大事ですし、私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帯釈天で武を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発しますというふうに一言で言えるかどうかってことも重要なファクターになってきます。どうしても喋りに自信がない方でテンポよく喋ろうと思ったら、今私がね、ずっとやってきたみたいに、編集をしてテンポを良くするっていう方法もあるんですよ。あと一つ、表情ですよね。やっぱ表情が語りかけていくようなね、そんな形でないとなかなか視聴者さんを引き込めないと思いますので、顔出し動画をされている方は表情の練習もしっかりしておいてください。それからですね、コスチュームとか背景とか、これも大事になってきます。私最近隠居みたいな格好してないですよね。ちょっと変わってきてるのかなと思いますけども、またね、和服で放送しようかと思います。やっぱ私はね、和服のスタイルがいいのかなと思いますし、バックにね、床の間が映ってるのがそれっぽいのかなと思っております。まあ今回はそんな感じですよね。自分のイメージを作っていくこと、テンポを作っていくこと、抑揚をやっぱりかましていくこと、いろんなね、要素があって、チャンネル登録っていうのは伸びていくと思いますんで、そのままの自分でやっていくっていうのには限界がありますよね。やっぱりチャンネル登録を狙っていく人よりも、優れた動画とかね、質のいい動画、それから視聴者さんがたくさん増えるような動画を作っていこうと思ったら、それなりに工夫が必要になってくるというところでございます。まあ至極当たり前といえば当たり前なんですけどもね。ただ多くの方っていうのは YouTube をアップロードする習慣がつかないんで、最初は習慣化のために何でもいいから上げてみる、ここから始めてみてはいかがでしょうか。その時に視聴者さんの数っていうのはあんまり気にしなくていいと思います。とりあえずアップロードする習慣をつけるため、これはね、ジョギングとか腕立て伏せとか懸垂をするようなもんですから、試合ではないですからね、練習練習練習の日々でございます。まあ練習の段階を抜け出したら、やっぱり質にこだわっていって、テンポよく喋るとかね、演出をかましていくとか、編集をしていくっていうところもプラスアルファで考えてみてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。